現役引退後は広島東洋カープ、読売ジャイアンツの2球団で打撃コーチを務め、2017年6月まで巨人の巡回打撃コーチ。7月15日から2軍監督。2018年シーズンから同軍打撃コーチへ配置転換。2020年から JR 東日本公式野球部の外部コーチを務める。 その傍ら野球評論家としても活動する。東海大一高等学校では1965年の夏の甲子園に中堅手として出場。1回戦でカヌ実ミ賞のエース斉藤義明を攻略。2回戦に進むが、三池校の2年生左腕、上田拓造に抑えられ敗退。三イ校はこの大会に優勝。卒業後は、駒沢大学へ進学。 東都大学野球リーグでは一年上のエースの村、おさむを擁し、1968年春季リーグに優勝。同年の全日本大学野球選手権大会では、決勝で田淵光一らのいた、法政大学に敗れ準優勝。1969年の第8回アジア野球選手権大会日本代表。リーグ通算85試合出場、259打数。 70安打、打率。270、12本塁打、46打点。ベストナイン3度受賞。1969年ドラフト8位でヤクルトアトムズに、大学同期の保守、大谷昭彦と共に入団。1970年から一軍に定着し、1971年には、大塚通と右翼手のレギュラーを争い。 規定打打席には届かなかなったものの打率の率成績を記録する1972年は打撃が低迷し、ロッテオリオンズから移籍してきたアルトロペスに定位置を明け渡した。その後は準レギュラーとして起用されたが、1975年に小田義人と共に大杉克夫との交換トレードで日本ハムファイターズへ移籍。 1975年には、右翼手の定位置を獲得し108試合に出場する。1976年も101試合に出場するが、ボビー・ミッチェル、ウォルター・ウィリアムスの両外国人選手が、外野のレギュラーに座ったこともあり、1977年には宇海勝、ウカイ・カツオ、ミナカワ・ヤスと共に、佐伯・和ズ宮本幸信・幸キノブ、クボ・シュンの4対3の、 交換トレードで広島東洋カープへ移籍した広島1年目には、出場80試合ながら打率。331を記録、翌年も打率。327と高成績を上げるが、長打力不足もあって、レギュラーには届かなかった。その後は徐々に出場機会が減り、1982年、限りで、現役引退。現役引退後も広島に残り、 二軍打撃コーチ補佐、一軍打撃コーチ、二軍打撃コーチを歴任。広島二軍打撃コーチとして、小早川武彦、小形光一、野村健二郎、江藤聡志や前田智則、金本智明の育成に力を注ぎ、赤ヘル野球の攻撃陣を支えた。1994年から2002年には、読売ジャイアンツ打撃コーチとして、西敏久、清水高之。 高橋義信、安倍晋之助など多くの打者を育てた。2003年から2005年には、山本浩二監督の要請で再び、広島の一軍打撃コーチに復帰し、伸び悩んでいた、島厚信、荒井高弘を開花させた。2006年から2007年には、巨人の一軍打撃コーチに復帰し、2007年の、リーグ優勝に貢献した。2008年からは、 広島の打撃統括コーチに就任し、2011年は2軍打撃チーフコーチ、2012年からは2軍監督に就任、2014年9月24日に球団に監督辞任と対談を申し入れ了承された。10月2日に巨人の2軍打撃コーチに就任することが発表された。2015年10月27日、2016年から 巨人の一軍打撃コーチに就任することが発表された。2016年10月、巨人の巡回打撃コーチに就任することが発表された。2017年7月15日、斉藤正樹二軍監督の一軍投手コーチへの配置転換に伴い二軍監督に就任。同年10月30日、二軍打撃コーチに就任。 2018年10月、巡回打撃コーチに就任。2019年10月2日、巨人巡回打撃コーチを退任。アトムズ入団後半世紀にもわたって途切れることなく、着続けたプロ野球のユニフォームを脱いだ。2020年1月5日、JR 東日本公式野球部の外部コーチに就任。初めて社会人野球の指導を行う。 その傍らデイリースポーツの野球評論家としても活動する。2009年5月9日。ありがとうございます。